ガールズは、かつて、アメリカ合衆国サンフランシスコで活動していた、インディーロックバンド。クリストファー・オーエンスとチェット・ JR ホワイトによる、男性二人組で、2007年から2012年まで、活動していた。こちらで演奏する、バンド用年期を、カルト教団チルドレン・オブ・ゴッドで過ごしたクリストファー・オーエンスは、16歳で教団から逃亡し、 スクワット生活をしながら、パンクシーンに没頭するようになる。その後サンフランシスコに移り住み、チェット JR ホワイトと音楽を作るようになった。2009年、ファーストアルバム、アルバムを、トゥルーパンサーサウンズからリリース。インディーシーンから高い評価を受け、音楽メディアが発表する年間ベストアルバムのリストにて、スピンシュで5位、ピッチフォークで10位となった。 2010年 EP ブロークンドリームズクラブをリリース。2011年セカンドアルバムファーザーサン、ホーリーゴーストをリリース。前作を上回る高い評価を受け、海外メディアのアルバムレビューでは、のきなみだか得点を叩き出した。各メディアの年間ベストアルバムリストでは、スピンし、ピッチフォークで5位、ペースト市で13位、NME で26位となった。 2012年7月2日、クリストファー・オーエンスがツイッターで、個人的な理由で、ガールズから離れると発表し、ガールズの活動は終了した。その後、クリストファー・オーエンスは、ソロアーティストとして活動し、チェット JR ホワイトは、プロデューサーとして、キャス・マコームスや、トビアス・ジェッソ・ジュニアの作品に携わった。2020年10月18日に、 チェット JR ホワイトが亡くなったことが報じられた。クリストファー・オーエンスはツイッターで君がもたらしてくれたものに感謝している、いつまでも誇りに思うと追悼の意を表した。スタジオアルバム EP 公式サイト。ありがとうございます。